山梨に移住、メリット、デメリットとは都内にアクセスもいい山梨だが、移住前の情報不足で、実際住んだ後に後悔する人も。山梨へ移住する前に考えること。どこに住むのが良いのか、どんな支援があるのか、仕事はあるのか。ブログやランキング、県の制度から山梨を知っていこう。山梨移住地の人気ナンバーワンは甲府市。 不動産住宅サイトのス m o が山梨県に住む人たちが選ぶ県内で住みたい市群ランキングを紹介している。甲府市が人気の理由は何と言っても便利さ。県内のほぼ中心に位置し県庁所在地の甲府市。商店も多数あり、交通の便も良く、生活がしやすいことが理由だ。現在甲府から新宿まで電車で90分で行くことができる。東京までも近く、自然環境も豊かでおすすめの地域だ。 山梨に移住している芸能人といえば、山梨に移住している芸能人といえば、綾野浩二君ろしだ。20年以上も前に移住している。毎日富士山が見える場所に移住して、富士山からパワーをもらって、人生が変わったとまで言っている。大好きな場所でカフェも開業している。山梨県では、令和元年から移住支援が始まった。 山梨へ移住して就職サイトを利用して就職など特定の条件を満たせば申請に基づき補助金が交付される。東京都内にある山梨暮らし支援センターでは山梨県への移住に関する全般的な相談の受付や月1回程度で山梨暮らしセミナーを開催している。このセミナーは各種支援制度の紹介や市町村の暮らし、風土、収納など 山梨県への移住を検討する人にとって役立つ情報を紹介されている。山梨県では移住希望者に対して各地域の魅力を知ってもらうため宿泊体験ができるお試し住宅が用意されている市町村がある。中でも山梨市の移住体験できるお試し住宅は期間は決まっているものの質量、光熱費、駐車場代が無料だ。 山梨県で移住体験できるお試し住宅がない甲府市では、空き家バンク制度が用意されている。市内北部と南部の空き家の売買、賃貸を希望している物件をホームページなどで公開し、利用を希望する方に情報提供を行っているので活用してほしい。山梨へ移住して失敗したこと、後悔したことと検索してみると、大抵同じような内容の後悔の理由が挙げられている。 それは、車だ。田舎になればなるほど車は必需品である。車は一家に一台ではなく、一人一台が当たり前。免許がないと公共交通機関での移動になるが、街中ではない限り、公共交通機関のみでは不便なのが否めない。出勤用、買い物用など、夫婦でそれぞれ車が必要になりがちだ。 都会ほどスーパーやコンビニがないので移動距離も必然的に長くなるのでガソリン代もかかる。もちろんその他にも後悔の理由はあるが、やはり車がないと不便という意見は目立った。車は所有してない山梨県へ移住した女性も笑い話としてそんな後悔の理由を語っている。他にも移住体験や山梨の魅力などを紹介している。 しかし山梨では県の制度として多彩な支援があり、子育てのための移住にはお勧めできる部分もある。平成8年度からは山梨子育て応援事業として、第2子以降3歳未満児の保育料が無料化されている。通院による医療費も5歳未満児までは無料。未就学児までは入院も無料となっている。平成30年度には、 病児、病後児保育の広域利用が開始され、県内どこに住んでいても施設を自由に利用できるようになった。山梨は自然も多く空気も良い。東京までのアクセスも良く、移住する場所として人気なのも頷ける。子育て支援や移住支援など、各種制度も充実しており住みやすいと言えるだろう。山梨に住んで快適に暮らすのは、自分と同じ椎茸嫌いの奥くん。